ただいまから沖縄及び北方問題に関する特別委員会を開会いたします、えー、この際一言申し上げます北方四島交流訪問事業につきましてはこれまで多くの国会議員も参加し日本国民と四島在住ロシア人との相互理解の増進等を図ってまいりましたこうした中 先般実施されました本年度第1回の同事業におきまして、参加した一国会議員の言動により、問題が生じていることは大変遺憾なことであります。我々国会議員としては、元島民の方々が戦後、いかにさまざまな苦難を余儀なくされてきたかということにしっかりと思いを馳せ、元島民の方々に寄り添いながら、同事業に参加していくべきだと。 いうふうふに考えます今後の国会議員の参加にあたっては、こうした経緯を十分に踏まえ、訪問団の一員として、また国会議員として、誤解を招く言動を行うことのないよう、十分に留意するとともに、議員交流をはじめとする、あらゆるレベルでの日ロ交流を活発することなどを通じて、相互理解の一層の促進に尽力されるよう、強くお願いを申し上げ、 委員各位におかれましては、この旨を各会派においても、えー、共有いただくことを心より、えー、お願い申し上げます。えー、それでは、委員の移動についてご報告いたします。昨日までに磯崎哲二君、足立俊之君、山本一太君、および橋本聖子さんが委員を辞任され、 その補欠として、アントニオ猪木君、藤木信也君、小野田君さん、及び馬場誠司君が選任をされましたえ。理事の補欠選任についてお諮りいたします。委員の異動に伴い、現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。理事の選任につきましては、先例によりまして、 委員長の指名にご一任願いたいと存じますが、ご異議ございませんか。ご異議ないと認めます。それでは、理事に松川るいさんを指名いたします。政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。沖縄及び北方問題に関しての対策樹立に関する調査のため、本日の委員会に理事会協議のとおり、内閣府政策統括官、草加 正近君ほか16名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することにご異議ございませんか。ご異議ないと認め、採用決定いたします。沖縄および北方問題に関しての対策樹立に関する調査のうち、沖縄および北方問題に関しての施策に関する件を議題とし、質疑を行います、えー、質疑のある方は順次ご発言願います。